一つの作品にスポット当てて徹底解説したいなと思ったりしてるんですけど、なるほど、数あるミステリー小説の中で一番好きなぐらい好き、僕あれはもう本当に素晴らしい小説だなと思ってて、全ての物事に理屈っていうか、こういうことだったんですよっていう理由をつけてるんですよ。だからこんなミステリー小説って珍しいんですよ。はい、お父さん見るビガードですけどね、はい、まあいろいろとですね、はい、まあ一つのなんか作品にスポット当てて、うんうんうん、徹底解説したいなと思ったりしてるんですけど、なるほど、はい、たまたまね、うん、前もその上田君から話題になってましたけども、うん、本人殺人事件ありますよね。はい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 、ありますね。僕あれがその、うん、まあ、数あるミステリー小説の中で一番好きなぐらい好きなんですよ。あ、はいはいはい、で数ある横溝正史の名作の中でも一番好きなぐらい好きなんですよ、うんうんうん、だけどもあれはよくよく吟味してみたら、うんうん、それほど長い作品じゃないんですよ。小説で言えば長編なんだけども、うん、まあ、すぐ読めるぐらいの量なんですよ。そうですね、あれ意外と長ないですよね。長ないんですよ。本買った時は結構分厚いんですけど、それは他の話が入ってるから分厚いのであって、うん、あれだけはそんなにそんなにないんですよ、うん、でだけども、うん、僕あれはもう本当に素晴らしい小説だなと思ってて、うんうん、というのはまあ事件のあらましみたいなことを追っていって、で謎解きがあるというのはミステリーの構成なんだけど、うん、その謎解きの部分が意外と長いんですよ。だから本編の中の3割ぐらいはもう謎解きに費やしてるんですよ。だから7割で起こったいろんなことをその3割で全部説明つけていくっていうパターンで、全ての物事に理屈っていうか、こういうことだったんですよっていう理由をつけてるんですよ。だからこんなミステリー小説って珍しいんですよ。あ、そうなんですか。大概はまあまあ分かってちょうだいみたいなことで済ませる場合が多いんだけど、あれってだから僕そんなにめちゃめちゃたくさんね、まだまだ読めてないですから、他と比較対象少ないんですけど、あれってかなり丁寧に、懇切丁寧にやられてる。丁寧ですね、本当一番丁寧だと思います。あ、そうですか。いろんなミステリーの中であれが一番丁寧にやってて、はいはい、でいろんなあそこに謎が含まれてて、いろんなところに仕掛けがあるんですよ、うん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 、あそこまで仕掛けを作って、まあ、これはもう横野誠司の本人殺人事件の映画を見た、あるいは小説を読んだという人に対して僕は届けてますから、そうですね、完璧にネタバレっていうか、トリックも出ちゃう、もちろんやります、はい、でこの本人殺人事件というのは、その横溝正史が岡山に疎開してきて、そこで聞いた話なんですよね、という設定なんですよ。横溝正史という作家の方がそこに来られて、ほんでそこでいろんな人に聞いたのは陽金殺人事件、怪しいことの殺人事件、陽金殺人事件の話を一つ柳家で、そういうことがあったということをよく聞くと、で一つ柳家というのはもともとその本陣、殿さんが来た時に泊まるような本陣をやってたところで優秀あるところなんだよね、そこのこう末裔がずっと、そこに住んでて、そこがにで起こった、まあ殺人事件のことを私は今したためてますっていうことなんだよね。最初そこから来ますよね。そうなんですよ。誰に聞いてもこれが語り草だみたいな、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、はいはい、でそれを書くにあたっては、まずその事件のあったところにこう、一応 見に来たけども、その本人はもう昔 その映画の跡形もなくっても寂れて、あ、ここでそんなことがあったんだなと思って、でそこで私はこの事件のここから始まったんだなと思います、ということで話に入っていくわけですよ。ほんだその要は本人、一つ柳家で結婚式が行われるということで、ちょっと村中が湧いてるわけですよ、町中というか、その頃の、ね、田舎 その村の本人といえば、まあ本当にもうすごい状態ですよ、財閥だぐらいの、ぐらいの、でもうみんなが注目するあれで、でそこでみんな今日あれやな、結婚式あるなって思った時に、その役場のところに一人の男がぬーってやってくるんですよね、よそ者が、はいはいはい、でそれが水を飲ましてくださいって言うんですよ、気持ち悪いなと思いながら水を渡すと、本当に気持ち悪かったんですよと、その渡した人が後で警察に言うんだよね、というのはまあすごい素晴らしい格好してて、でなんもごもごしてて、マスクしてて、で水をくださいって渡したら、コップの水を取るときに指が3本しかなかったんです、でマスクを外したらこう唇を裂けてただれてて、でそれでこう水を飲んで、でって言うんですよ、一つ柳家に行くのはどう言ったらいいですか、
この人一つ柳に関係があるんだということを一応教えたんですけど、うんうん、ということから始まるなあ。それ気持ち悪すぎてそのグラスを洗うことなく戸棚に置いてたんでしたっけ。置いてたんですよ。それもなんか最後になんかありましたよね。そう、そこで指紋が発見された。はい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 。んで一つ柳家、うん、要はその旦那が奥さんをもらうということで、うん、奥さんがその都会の子やねんね、うん、で都会の子やけどもすごい純朴な子で、うん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 、でそれがそのこんな私がこんなとこ嫁いでいいのかしらみたいな。でも旦那は大丈夫だよ、うん、俺が守るからっつって、うん、まあそのすごい封建主義やから、うん、やっぱ家の中も守ってあげる。でそこにその娘さんの後見人の大久保さんやったかな、はいはい、久保さんやったかな、はい、久保金次さんと飲むの、その人が来てて、うん、その人がその金田一耕助を呼ぶんだよ、はいはいはい、後で後々に、うんうん、でその結婚式の時にその自分のそのメーカーなんか知らないけど、その久保さんっていうのはその女の子を見守ってちゃんとその結婚式が行う、うんうん、でその時に一つ柳家では習わしがあって、うん、結婚式の式の最後には必ずこのことで演奏しないといけない、はい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 、で、え、あのこの彼女は演奏できるのかしら、うん、みたいな感じになって、うんうんうん、できないわけ、そのことなんて無茶ぶりもええですね、えー、ってなるけど、うん、だからちょっと、まあ、知的障害持ってる、うん、そこの孫みたいな高校生ぐらいですかね、はいはい、鈴子さんという方があの可愛らしい子がいて、うん、めっちゃくることがうまいんですよ、うん、じゃあ私がこ の, あの新しいお嫁さんの代わりに私が弾くっつって、うん、みんなが、ああそれでいいよって言って、はい、ことなきゃいけるんですね、うん、でその鈴子さんが、うん、めちゃくちゃうまいんですよ、ことなきゃ、うん、弾いて、うん、それで終わる式が終わるんですよ、はい、で、新婚のお二人は離れの方に行っ て,、うん、で久保さんとかもそれ見届けて、うん、もうそれがみんな飲んだりあとするやんか、うんうんうん、夜中の3時ぐらいもそれが続いてて、うん、で、まあ、みんながもう寝静まったのはもう朝方の5時ぐらいになってたと、はい、で久保さんもほっとして寝た時に、うん、いきなりピンピンピンと琴の8琴が聞こえるわけです、うんうん、はいはい、え気のせいか、うん、起き上がる、ただしばらく置いて、うん、ジャララララララランって音が鳴るんですよ、うんうん、えらいことでうわっってなって、でうん、もうここのシーン読んだ時俺もう震え上がったもん、うんうん、怖ーって思って、何やろうと思って、うんうん、でみんな今琴が鳴りましたよね、琴、うん、を誰か弾いてましたよね、うん、離れてって言って、うん、言うた時にもうみんなからマッサーなんですよ、うん、その琴は新婚夫婦がいる離れに持ち込まれてたんですよね、うんうん、でみんなでいや離れから聞こえて、うん、行ったら離れの中から戸がつっかえ棒がしてて開かれ、うんうん、それをバンバン破って中に入ったら、うん、新婚の2人が血まみれで倒れてたんですよ。でもあの全部窓も閉まってて、うんうん、で庭に出てみたら、うん、あそのまあ、雪が降り積もってると、うん、庭に灯籠のところに灯籠とかちょっとな広い庭ですよね、はいはい、そこに血まみれの2本とか突き刺さってるわけで、ね、うん、あ、うん、犯人はこれで殺した、うんうん、でもどっから逃げたんだ、うんうん、逃げた形跡がない、ない、うん、誰が入ったんだ、誰が逃げたんだ、うんうん、ないんですよね、うんうん、ほんでそれで警察に行っていろいろ調べたら、うん、まあいろいろ分かってきて、うんうんうん、その三本指の男が一つ柳家を聞いてた、そいつがやったんじゃないか、うん、ほんで全部押し入れとか調べたら、押し入れ、まあなんか新婚用の布団はみんな出しそこで寝てたんだけど、うんうん、残ってる布団があって、それへこんでるわけだよね、はいはい、誰かがここで座ってたと、うん、日本刀を抱えて座ってたんじゃない、うん、つまりこの新婚の、うん、あの離れに行くの分かってるやつが押し入れに忍んでて、うん、で新婚夫婦が新婚がゆえに、うん、なんかまぐわうわけだよね、はいはいはい、それが終わるのをじーっと待ってたんじゃないか、うん、で終わって疲れて寝てるところを押し入れ出てきて切り殺して逃げたんちゃうか、うんうん、でも逃げた形跡がない、でもこの三本指のとこは多分押し入れの中に潜んでる形跡がある、うん、でこれでやったに違いない、うん、でもどうしてやったか分かんないけど多分彼の手話で、うん、だからいろいろなことが分かってきて、うん、要するにその生涯の旧敵っていうのが出てくる、うん、はいはい、だからその旦那 の, あの日記とかから出てきて書いてるんですよね、書いてて日記を昔綴ってその丁寧に綴ってんだよね、うん、でその時にある病弱、旦那病弱やったから離れ小島のところで療養してた時に、うん、そこである女性と知り合って、うん、であのその女性を誰かと取り合ったと、はい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 、取り合って私が付き合ったからその男に恨まれてるっていうのが書いてんだよね、うんうん、であの男のことが
頭から離れられない、うん、あの音が彼女を殺すかもしれない、うん、そう思うと彼女の琴の音が聞こえてくる、うん、ああ琴の音がとか書いてるんだよね、はい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 、だから琴にまつわる話と、うん、そのライバルの話がこう日記に出てきて、うん、ひょっとしてこの生涯の仇敵って言うてるやつが犯人ちゃうか、うんうんうん、この恋仲のやつがこいつがってよねなってくるわけですよ、うんうんうん、もうそういうことがいろいろこうなってきて、うん、でもある時に誰かが夜中その墓場に近寄っていくと、うん、いきなり墓場の向こうから三本指がブワーッと突き出される、はいはい、うわ三本指の音ここにおったってなことになったりするんだよね、うん、そういうことがいくつか不思議なこと、うん、起こってくる、うんうん、でもう一回ことが鳴って今度はその次男のやつがちょっと切り刻まれて倒れてることが発見されるという第二の事件も起こるわけです、ね、はいはいはい、で起こった後にその途中から金田一耕助がやってきて、うんうん、いろいろみんな聞いて、まあ、その真相をその次男がこ、うん、切り刻まれた後にそのみんなにこう伝えるっていう、うん、まあ、構成なんです、はいはいはい、でその時に金田一耕助が語ったのは、うんうん、もともとその三本指の男っていうのは全く関係ないんです、うんうんうん、でそれはどこそこのタクシー会社に勤めてたなんとかという人で事故を起こして顔が引きつれて事故で指もなくなって三本指になってたまたま自分の田舎に帰るためにあのその村の近くまで来たんですと。で自分の地元まで帰るためにはどう行ったらいいですかって聞いたら、あのあこっからあなたの田舎に戻るのはそうですね、だから途中に一つ柳家っていうのがあるから、うん、聞いてたそっから行けばいいと、うん、だから一つ柳家の家はどっかで聞けば誰でも教えてくれますからって聞いてて、その方は役所で一つ柳家はどう行ったらいいんですかって聞いた、うん、それだけの病気なんでしたっけ。そうなんですよ、病気療養で来てるんだよね、はいはい、もう怪我もしてるから、うんうん、でそれで行った時にたまたま一つ柳家ですごい結婚式行われてるから、うん、あっと思って、うん、あのちょっと興味があって、うん、ちょっと塀から覗こうとした時に力尽きて、うん、それでなくなっちゃうんだよ、ね、うん、でこの死体を犯人が発見して、うん、これは何かに使えるかもしれないということで、うん、三本指という、うん、三本指で琴を弾く時には三本指やから、こうしますかね、はい、うん、これ何かでピンときて琴を使うということが分かったね、うん、トリックで、うん、でその死体をどうしたらいいかなと思って、とりあえず離れの押し入れに入れといたから、はい、うん、押し入れに、うん、犯人というか三本指の音が座ってる跡がついてるのは死体を隠してたよということなんですよね、はい、でそれの死体で何があの使えるかといったら三本指使えると、うん、この指紋が使えるということで手首を切り落としてスタンプに使うんですよね、うん、で死体は処理して、でもスタンプはまた時々使わないといけないからということで、どっか隠すとこないかなと思った時に、その鈴子さんが可愛がってる愛病の兄ちゃんかなんかがお墓、うん、亡くなった時のそのお墓に隠したんだよね。なんかね、うん、そうそう、そんなとこにね、どうして、うん、でスーちゃんが夜中あのその試験のあった、うん、終わった後その来た時に、うん、猫の墓に来た時に、うん、あかんと思って犯人はその三本指を出して、うん、バッと突き出して怖がらせたっていうようなことなんですよね。うん、うん、ほんでまあトリック自体はその朝、うん、その水車小屋を回すということがあるんで、はい、その琴の糸をその水車小屋のところに巻きつけて、うん、いろんなその工夫をして、うん、灯籠のところを通したり糸を通したりとかいろいろして、うん、でそのちゃんとその進むためにガイドとなるためには琴地っていうか琴のあの、はいはい、なんていうのかな、このこう立ててるやつあるじゃないですか、はいはいはい、あれを使ってこうあの欄干から回してきて、うん、でその水車が回ると糸が引っ張られて、うん、殺人に使った日本刀を巻きつけたら、その日本刀だけが外にこう行って、それはうまいこと切れますよ、なんで切れるのは何かって言ったら釜をあの木につけといて、うん、そこをこう糸が釜のところをこするから、うん、それで切れるんやけども、うんうん、切れるんだけど、その切れた時に弾く音でピンピンピンで音がするんだよね、うん、で実験した時に犯人が音がすると、うんうん、じゃあこの音をごまかすためにその後自分は死ぬ間際に琴を弾くということを思いつくんだよね、うん、でその音でごまかすんだよね、うんうん、だから実はその旦那が犯人で、うんうんうん、でその奥さんが実は処女じゃなかったというのが分かるんだよね、うんうんうん、分かることによって処女じゃない嫁をもらったということが自分の中ですごいトラウマというか、そんなことでね、封建的なことだから、うん、で自分はこの嫁をもらったことを失敗と思われたくないと、うん、ということはこの嫁とともに自分も死んで誰かにやられたことにしようって考えて、うん、その
嫁を殺した後自分が自害してその日本刀だけを外にこう、持って行きたかったということなんですね。雪にバスッとね。そうそうそう。でその日記の中でその生涯の仇敵というのは、その自分の日記のところに新たなものを付け加えて、なんかそういう物語を作ってたということなんですよね。でその時にその金田一耕助がそう説明してた時に誰かがね、それだったら窓閉めずに開けっぱなしにしといた方が犯人はそこから逃げたということで、密室にするよりかはもっと自然なんじゃないですかと、密室にすることによってあれってなる、であのいや中にやれるやつがやったのかなってなるから、本当は外に出たというふうにしといた方がよかったと思って言ったら、金田一耕助はいや、もともとその窓を開けといて逃げた足跡も作ってた、でもその当日そうやった後窓の外見たら雪が積もって足跡が全く何の役にも立たない、それだったらいっそのこと密室にしろということで窓を閉めた、だからやむを得ざる密室だったんだという、犯人はそう思ってなかったんだよというような、まあこういうトリック、いろんなものがこう、まあ有機的に絡み合ってて、絡み合って、はい、なんかねこれ、皆さんこの動画をねご覧になられた後にちょっと本人殺人事件トリックなんかで YouTube で検索したら、学生さんが再現してました、はいはい、なんか、あの本当にまさに岡山かどっかのね、でやっぱすごかったんですよ、あの水車が回るとキューッとやっぱできるんです、できる、ただね一箇所どこかだけちょっとだいぶこう、厳しい苦労したみたいなところあったんですけど、 あれってでもすごいですね、あの横溝選手って、そこまでなんかちょっと軽実験ぐらいはしてる、やってんのかな、それは僕は分からんわ、軽実験したのかな、さ本格的にはねそれは大変だろうけど、正直ねあれやっぱやってない、描けない世界観やなと思うから、ねね、やってなくて、ね、あれやってだから謎解きの時に実験するじゃん、康介が、でこのみんながさ日本刀縛って、水車が回って日本刀がバー移動していくやんか、で欄干などでカッ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 ってドンと出ていくやんか、それを外まで出ていって見るとかいうシーンがあるんだけど、あのやつすごいなんかドキドキしました、そうならんかったらね、ちょっとね、あかんし、はい、でこのね発想がね、あの諏訪橋事件というね、そうなるんですか、コナンドイルのホームズでやるんだよね、でこれは何かあったらあの自分をやった凶器を遠くにやることによって他殺に見せかけるためで、だからその日本刀をできるだけ遠くにやるために、だから普通はやった後最後の力で日本刀を投げて外にやったとかいうことではなかなか届かないところまで行ってるわけですよ、でそれはどうするかっていうと、そういう仕掛けでやったと、で諏訪橋の事件ではピストルで自分自殺するんだけど、そのピストルのところにこうなんか紐をつけて、紐を引っ張って紐に重りつけてて、自分は手が離れるとその重りであの海の中にピストルが落ちるというようなトリック、だから要は自分をやった凶器をできるだけ遠くにやるというのはやっぱり一つの、まあ、トリックの手段になってるというようなことですね、はい、ぜひ皆さんね、ちょっとまだの方呼んでみていただくといいかもしれません、はい、また明日、また明日。